うございます。今日はモーニングルーティーンからの夜寝るまでをご提供いたします。で、一応何本か撮影することになってます。それでは準備していきたいと思います。今から顔を洗っていきたいと思います。はい。で、最近はよく洗顔フォーム泡立てもめんどくさいので、このオードムーケっていう洗顔タイプの泡タイプ、プッシュすると泡が出てくるやつを買いました。これいつも朝使ってます。夜は普通にお風呂で洗っちゃってます。じゃあ顔洗って、見てる、まつげに泡ついてる、髪の毛が、次から髪の毛結びます。まずは電動歯ブラシ、電動させない。で、もう一回髪の毛が、で、最後に仕上げて電動にします。受けます。はい、今ね、全部終わりました。いい感じでしょ。はい、で、まずね、メガネなんですよ、コンタクトしてなくて。で、ちょっと今日ね、今からコンタクト入れます。でね、コンタクトがうちね、今のところね、朝の楽しみになってる気がする。はい、今からスキンケアしていきます。ニキビが結構少なくなってきた気がする。前まではね、ちょこっとニキビのところらへんに塗るだったんですけど、最近はこれも全身に塗ってます。匂いも慣れてきますね。そしたら上からかぶせるようにハトムギ化粧水をこのスプレータイプに入れるとすごいやりやすいんですよ。100均なんですけど、超おすすめです。意外とハトムギ化粧水使ってる方多いらしいんですよね。ぜひ使ってる方コメントで言ってください。で、使ってみてください、この方法。鼻の横の赤いのは何なんだろうね、こことかは。なんかこっちが勉強、今日こっちの目だけが変な、なんかほら、こっちがなんか、なんだこれ、奥二重。だどこの目、よくありますよ、なんかうち目がおかしいとか。全然変、なんか今気づいた。最後に薬料じゃない、薬料リップ。はい、じゃあね、今からメガネからコンタクトに変えていきます。今手を洗ってきました。よく聞かれるんですけど、コンタクト右目がマイナス 2.75 で、左目がマイナス 2.25。 まあちょっと私は分かんないんですけど、こんな感じらしい。じゃ、まず右から。一発ですよ。で、左目もいきますよ。入った、両方一発でいけた。できました。はい、今から朝ごはん食べていきます。今日のメニューはコストコのパン、クラシックヨーグルトと、うちフルーツ大好きなのにオレンジ剥いてもらいました。これとこれはコストコですね。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで、今から髪の毛とか服を着替えたいと思います。で、髪の毛、よく最近前髪の作り方を教えてとか言われるので、今からちょっと前髪を作る動画をちょっと撮ります。まあ、とりあえず着替えます。はい、じゃあね、今着替え終わりました。なので、今からヘアアレンジ動画を撮っていきます。そちらの動画もぜひお楽しみにしていてください。はい、今ですね、髪の毛ヘアアレンジ動画撮り終わりました。こんな感じになりました。詳しくは動画の方をお楽しみに。
ちょっとこれから出るのか、もう出てたのかわからないんですけど、お楽しみに。で、今日は中学準備が、まあ中学校にもうすぐでなるということでね、リュックを選びに行きたいと思います。私の学校指定のリュックじゃないので、自分で好きなのちょっと行きます。じゃあ買いに行ってきます。はい、とりあえず今からみなとみらいの方に向かいます。で、ちょっとまず最初にリュック今探しに行ってるんですけど、もう本当に迷ってるんですよね。で、コメント欄でもすごい超絶ね、いろんなコメントでいろんなね、いいものとかをね紹介してくれてありがとうございました。皆さん、ちなみにやっぱ一番多かった意見はノースフェイスのあの箱型のリュックでした。やっぱあれがね、頑丈ですごい使いやすいっていうコメントが多かったんですけど、ちょっと私的にあれみんな持ちすぎてる説あるので、まあ実際今回本物をいろいろ見て決めたいと思います。ちなみに撮影しているのは2日の土曜日でございます。でも今月はね、卒業式やらなんやらいろいろ本当に予定があって、なので超絶今月は忙しいんですよ。ということで本日は超絶取り溜めが必要な一日となっております。ももかちゃん毎週こんなに忙しいのと思う方もいると思いますが、エアケースということで慌ただしい一日をご覧ください。それでは行ってみよう。つくんですけど、こういう移動の時とかに TikTok を撮ってます。とりあえず今着きました。ここはマークイズみなとみらいでございます。じゃあちょっと今から早速リュックを探していきます。You gotta listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I need とりあえずリュック買ってきました。何のリュックを買ったかはまた別の動画で紹介するのでお楽しみに。リュックは決めました。 Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give はい、というわけでね、とりあえず今お目当てのリュックを買えたので、次は動画で必要なものがあるので、それをね買いに行きたいと思います。ちょっと移動します。で、さっきリュック買ったところの同じデパートみたいなところで美味しそうなねパン屋さんがあったので、そこでパン買ってきました。パンとコップ大好きなので早速食べます。ちょっとね今日いろいろ忙しくてご飯もゆっくり食べる暇がないので、ちょっと車の中で食べます。うまっ。You can buy you
I just want you. You get me things, but I don't care. はい、というわけで今ですね、ダイソーさんで動画に出た一つと、一つじゃなくても普通に出たと、あとあるスーパーであるものを買ってきました。次ちょっとセリアさんに買いに行きたいものがあるので、そっちに向かっております。とりあえずセリアさん行ってきました。ちょっとセリアさんではうちの部屋の、まあ、春なんで、うちの部屋の模様替えの道具を、まあ、グッズを買ってきました。でちょっとね、帰る前に最後にララポート横浜に寄ってフライングタイガーさんと文房具を買いに行きます。行ってみよう。もう行っているよ。はい、とりあえず今ね、ララポート着いたのでフライングタイガーさん行ってきます。ハンズでちょっと文房具探してきます。今ね、文房具買ってまいりました。はい、これで買ってきました。というわけでね、またこの中学準備に向けての動画はまたね、別の動画でアップするのでお楽しみに。はい、今ねララポでのお買い物は済みました。はい、今本を買ってきました。というわけでもうね、だいたいいろいろ買って、もう暗いのでマイハウスにゴーしたいと思います。それでは行ってみよう。あ、で階段で帰ります。エスカレーターと階段どっちがいいですか？じゃあ階段で行きます。あ、前階段やったからエスカレーターで行く。はい、というわけで今車に戻ってきました。もう時間は6時でございますよ。もう、まあ、今回いっぱいネタをね集めれたので今後の投稿を期待していてください。じゃあ今からちょっと家に帰って、ちょっと休憩して、ちょっとご飯食べて、今度は撮影したいと思います。はい、今ですね家に帰ってきました。まめ、ただいま、お疲れ。ということでね、ちょっとまだ私コンタクトつき始めて4日目なんですけど、結構ね、まだ慣れてなくて疲れちゃったので撮ります。行くぜ。撮るぞ。右目は一発。撮るぞ。メガネにチェンジ。はい、メガネになりました。で、これから夜ご飯ということなんですけど、さっきスーパーのロピアさんに行った時にモンスターバーガーというめちゃめちゃでかいハンバーガーを買ってきたので、そちらを食べたいと思うんですけど、そちらはね、ちょっと一本動画にする予定なので楽しみに。ちょっとね、休憩しつつ撮影もするので、次はご飯食べて撮影もし終わった後に会いましょう。それでは。ちなみに今回ね、本屋さん行って本買ってきたので、休憩時間でちょっと読みたいと思います。今月号のポップティーンと、こんな感じ。ヤシンくんは今日も意地悪。これまだわかんないんですけど、買ってみました。で、あともう一個は、先生くん主。これね、ドラマ？映画かな？映画でやってたんですけど、見れなかったんで、漫画で買いました。ちなみに漫画関係は自分のお小遣いでございます。はい、というわけでね、夜ご飯も食べてちょっとゆっくり休憩をしたので、ちょっと今から最後、今日一日の最後の動画を撮っていきます。じゃあ撮り終わった後にまた出会いましょう。さよなら。ちなみに今からこちらの背景をイメチェンする動画を撮ります。じゃあ撮り終わった後に変わります。せーの。はい、というわけでこんな感じで撮影スポットの模様替え完了いたしました。
この模様替えの動画のね、詳しい詳細は前の動画でもうアップされてると思うので、ぜひそちら見てみてください。ということで本日の撮影は全て終了です。もうね、めっちゃ遅いです。長い一日でした。もう夜中の10時でございます。ちょっと今からお風呂入っていきたいと思います。多分お風呂入ったらすぐ磨きます。はい、というわけで今お風呂から出てきたので、壁乾かしながらベタベタします。乳液塗ります。あとは髪の毛乾かして歯磨いて寝ます。はい、というわけで、もう今日はめちゃくちゃ疲れましたね、歩き回っても。で、今回はでも、まあ今日土曜日だったってことで、明日日曜日で学校休みなんで結構夜更かしちゃって、もうめちゃくちゃ眠い状態でございます。で、普段これシングルサイズのベッドなんですけど、なんか友達とかがお泊まりしに来た時とかに引き出すと、クイーンサイズになります。ということで皆様、本日もお疲れ様でした。ここまでご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。